また再び神沈めの儀式の時期がやってきてしまったか。してこたびの生贄の巫女の選定だが、祈祷の結果源家に連なるものに決まりました。まだ幼いですが素質は十分かと思います。ですがあんな年端もいかぬものを犠牲にするのは。言うな。これまで幾度も繰り返されてきたことだ。今さら止めることなどできぬ必要なことなのだ。都のそしてこの国のさらなる繁栄のためには。これは荒ぶる神の宿した記憶、そして私の魂に記された悲しい思い出。幼い私は家族と引き裂かれ、この都に封じられた神に生贄として捧げられた。そうだ、かつて生贄の巫女だったものよ。すべてを思い出したようだな。あなたは？私はスサビ、高間ヶ原の使者にしてすべてを見届け伝えるもの。もはや人の身でなくなったものよ。運命の支流よ。だからこそ問おう。お前は何を望む？その身を奪われた復讐か、それとも。私の望みは、だがこれからどうする？一本一本この根をぶった切ってくか？これは好機かもしれない。どういうこと？こうやって都にオロチの根が実体化したのは、奴の復活が近いということだ。この根をたどっていけばオロチの幹へと近づけるはず。なるほど。その幹を見つけて、カグラの宿す草薙の剣の力で始末するってわけだな。この力で倒せるかは、やってみないとわからないけど。ああ、できるって。カグラならな。早く都の平和を取り戻して、昔みたいにみんなで桜を見に行こうぜ。また出た。うかうかしてらんねえな。どうやら、本当に復活が近いみたいだ。急ぎましょう、生命様。安倍の生命、黒生命様の命令です。利害が一致している間はあなたを助けましょう。都の守りは任せておけ。主典童子や他の者たちも手を貸してくれるそうだ。あいつは酒の邪魔をされたのがただ頭に来てただけみたいだったかな。そいつは心強い。よし、せめ根をたどってオロチとやらと対面と行くぞ。ああ、黒生命に伝えてくれ。助かると。黒生命様はあなたにそれを言われるのを一番嫌がると思います。それは手厳しいものだ。よし、行くぞ。うん、急ごう。黒生命様。今はただ眠れ。神に可動化された陰界の者よ。白生命よ。あの忌まわしき記憶を取り戻した時、お前はどうする？ひどいものだな。オロチの根が太くなってきています。根元に近づいているみたいですね。こうしてる間にもオロチはどんどん力を取り戻していく。時間がないよ。ち、こういう時こそ助けが欲しいぜ。俺たちに任せろ。
あなたたちは。どうやら間に合ったみたいですね。エンマ様に直々に頼まれたんでな。及ばずながら俺たちも力を貸すぜ。話を聞いてまいりました。生命様には以前とてもお世話になったんです。だから今度は僕がご恩をお返しする番です。ちょっと怖いですけど。あ、恋の生さんも逃げ遅れた人を誘導してくれています。ゲロゲロ、久しぶりだな生命。わしのことを覚えているかゲロ。かよ、誰だという顔しないでほしいゲロ。直帰るゲロよ。前に力を貸してやったゲロ。皆さん本当にありがとうございます。他にも座敷わらしさんやキョンシー兄弟さん、山うさぎさんやモーバさんまで、生命様にお世話になった方々があちこちで助けてくれています。ここは僕たちに任せて、生命様たちは先へ進んでください。ありがとうみんな。さあ早く行ってください。生命様、都を元に戻せるのは皆さんだけです。礼を言うぞ。よし、先を急ぐとしよう。あや、みんなが手伝ってくれたおかげでここまで来れたね。本当に皆さんには感謝の言葉もありません。で、どうなんだ生命、そのミキとやらに近づけたのか。ああ、神脈より凄まじい力を感じる。どうやらこの辺りが。この辺りだと？バカな、ここはこの都の。これは。これがオロチの幹。いえ、蛇の首の一つなの。凄まじい力だ。荒ぶる神の力の片鱗なのか。これで片鱗って、こんなのに勝てるんですか。どうしたんだ、なぜ向かってこない。こっちが敵だってことがわからないのか。というより何もわからず、ただ暴れているように見えます。やはりか、これは来てしまいましたか。ヤオビクニ。てめえ、抗ったところで無駄なことです。神の前に人など無力なもの。どうしてそれがわからないんですか。わからないからこそ抗いたくなるものだ。ヤオビクニ、お前の呪いを解く方法を探すことも諦めていない。本当に人の愚かさとはいくら月日を重ねても変わらないですね。そう、この私さえも。ここで決着をつけましょう、阿部の生命。ああ、受けて立とう。行くぞヤオビクニ。生命さん、あなたはどうしてこの都を守りたいんですか。あなたたちが必死に守ろうとしているこの都に守る価値などないというのに。おい、カグラ。カグラさんは分かっていますよね。思い出してしまったから。阿部の生命、あなたもうすうすは気がついているのではないのですか。記憶を失う前、あなたはそれを知って。あれは。ヤマタノオロチ様。またのオロチだと。そこにいるのは阿部の生命と我が魂のかけらか。ま
だ生きていたとはな。八尾くんにこの役立たず。首がよみがえった以上、貴様など用済みだ。八尾くんに。コアク、頼む。はい、お任せください、生命様。素晴らしい、素晴らしい気分だ。ようやく全てを破壊し復讐することができるのだからな。無駄だ無駄だ。ちくしょう、全然答えてねえ。生命、ヒロマサ、草薙の剣の力を使う。手を貸して。ああ、任せておけ。キャッキー延年。おいよ、それは草薙の剣の力か。気にはなっている。まだうつつよにそれが残っているのかと。だが無駄なこと。そんな小さな力、あれを滅ぼせるものか。覚悟して。ダメか。所詮は人間の力などこの程度。滅びよ、愚かなる人間ども。我を利用した報いを受けるのだ。この地の底にはずっと古くから荒ぶる神が封じられていた。神の体は地の底に、その魂は陰界と妖怪の狭間に封じられていた。いや、七つの頭を持つ神の封じられた地に人が後から都を建てたのだ。都の繁栄を願う人たちは考えた。この神の力を利用できないかと。契約を持ちかけたのは人間だった。私のような力を持つ巫女を生贄として捧げる見返りとして神の力を借りた。たくさんの巫女が犠牲になった。生贄を捧げる儀式は長い間続いた。蛇の神にとってもその関係は好都合だった。高間ヶ原の目を欺き、復活に必要な力を少しずつ手に入れることができたのだ。蛇の神と人間の契約、それによる蜜月は長く続いた。この地にて人の世たる妖怪は大いに繁栄し、そして陰界は衰退していった。荒ぶる神へ生贄として捧げられた
多くの巫女たちの犠牲によって。だけどその歪んだ蜜月は一人の天才陰陽師によって崩れ去ってしまう。そう、それが全ての始まりだった。その行いは正しかったのか。もはや人の身で亡くなったものよ、運命の支流よ。だからこそ問おう、お前は何を望む。その身を奪われた復讐か、それとも。私の望みはたった一つだけ、生命を、みんなを助けたい。